毎シーズン球団から求められる成績を残さなければ年俸が下がったり戦力外でクビになることもあるプロの世界。球団から期待されている選手や実績のある選手であってもプロである以上クビになる可能性があり、例外ではありません。2023年のシーズン、今年活躍できなければクビになる可能性が高い選手が多くいます。今回は今年活躍できなければクビ候補筆頭となる選手をご紹介していきたいと思います。宮西尚生。2008年から日本ハムでプレーする37歳の大ベテラン宮西尚生。宮西はプロ1年目から50登板を記録すると、サイドスローから投じられる最速147キロの直球と変化球を武器に14年連続で50登板以上を記録するなど、日本球界を代表するリリーバーになりました。2016年、2018年、2019年と3度も最優秀中継ぎのタイトルを獲得している左腕は、通算380ホールド、416ホールドポイントを記録しており、この記録は NPB 歴代1位となっています。しかしそんな宮西も、さっきは14年続いていた50試合登板がストップし、わずか24試合の登板に。さらに防御率もキャリア最悪の5点台に終わっており、年齢を考えても若手化を図る日本ハムでは今オフ戦力外になる可能性も十分ありそうです。今年の巻き返しに期待したいですね。高山俊。2015年ドラフト1位で阪神に入団した高山俊も、今年活躍できなければクビ候補の一人です。球団史上初となる新人選手による開幕戦でのプロ初打席初安打を記録するなど、プロ1年目から期待通りの活躍を見せた高山。しかし以降は持ち味の打撃が極度の不振に陥り、2018年は前年103試合の出場から45試合の出場に激減し、打率も2割5分から1割7分2厘と悪化してしまったのです。さらにさっきはキャリア最少となる38試合の出場にとどまっており、今年の結果次第では戦力外の可能性も高い選手だと言えるでしょう。今年から岡田監督に代わり、高山の復活に期待したいですね。石川慎吾。2016年のシーズンオフ、交換トレードで日本ハムから巨人へ移籍した石川慎吾も首候補の選手です。日本ハム時代は2014年に44試合の出場で19安打、1本塁打、11打点がキャリアハイの成績だった石川。巨人移籍1年目から99試合出場すると57安打、5本塁打、20打点とほとんどの部門でキャリアハイを記録します。しかしその後は主に代打として出場していたものの、有力選手が多く登場したことで出場機会が徐々に減少。成績の低迷に加えて今年30歳になる石川は、年齢的な面でも結果を残さなければ生き残れないクビ候補だと言えますね。オコエ瑠偉。2022年初めて実施された現役ドラフトで巨人から指名され移籍したオコエ瑠偉。足と肩はプロでもトップレベルの選手としてドラフト1位として期待されプロ入りしたオコエ。しかし毎年50試合ほどに出場するも、期待された成績は残せなかったのです。2022年はキャリア最少となる6試合の出場にとどまる事態になり、プロ7年目となる今年活躍できなければクビになる可能性が高い選手であることは間違いありません。心機一転、巨人での奮起に期待したいところです。田中康介。続いてご紹介するのは、走攻守兼ね備え、2016年頃から主に1番打者を打ち、2番の菊池涼介、3番の丸義弘と同学年のトリオは、田中、菊、丸と呼ばれ、セリーグ3連覇を牽引した田中康介。プロ1年目から1軍のレギュラーに定着すると、2016年から3年連続で全試合に出場します。特に2017年は自身のキャリアハイとなる成績を残し、盗塁王と最高出塁率のタイトルを獲得した田中。
しかし2019年は極度の不振でレギュラーの座を奪われ、フルイニング連続出場の記録が635試合でストップし、以降も打撃の不調が続き、2022年は41試合の出場で打率は2割と低迷してしまったのです。そしてオフには野球協約の減額制限を大幅に超える 80% 減の年俸3000万円プラス出来高払いで契約を公開しており、今年活躍できなければ来季の契約が危ない選手です。福田信正。2007年ドラフト3位で中日に入団した福田信正も、今年活躍できなければクビになる可能性があります。高校通算49本塁打を放つなど長打力が評価され、中日に入団した福田は新人の中でも打撃の評価が高く、春季キャンプでの一軍組への昇格1号となるなど期待されていた福田。実際にプロ入り当初、落合監督も将来クリーンナップを打つ可能性のある男と長打力を期待していたほどでした。するとプロ入りから12年後の2019年に105試合の出場で打率2割8分7厘、18本塁打、66打点のキャリアハイを記録。ところが以降は打撃不振やコンディション不良に苦しむことも増え、成績は下降しています。さっきは開幕を2軍で迎えると昇格と降格を繰り返し、最終的に2015年以降最少となる25試合の出場で1本塁打に終わり、ファンの間でも首候補の筆頭として名前が上がるように。しかし2021年オフの契約更改で福田は複数年契約を結んでおり、戦力外は回避していたのです。今年で35歳とベテラン選手と呼ばれるようになった福田、今年で複数年が切れる場合は首候補であることは間違いありませんね。堂上直道。高校通算55本塁打を記録し、超高校級のスラッガーとしてドラフト1位で地元中日に入団した堂上直道。プロ4年目の2010年、堂上は故障を離脱した井端弘和に代わりレギュラーに定着すると、82試合出場で打率2割6分3厘、5本塁打、30打点を記録し、リーグ優勝に貢献します。しかしその後は持ち味で期待されていた長打力が発揮できず、本塁打は2019年の12本がキャリアハイに。毎年のように首候補として名前が挙がっていた堂上でしたが、2019年のシーズン終了時に2021年シーズンまでの3年契約を結んでいたことを明らかにしたのです。堂上は3年契約の期間も思った成績を残せませんでしたが、2022年からは再び2年契約で、契約期間は2023年まで延長。しかしさっきは土田龍久や溝脇隼人らの台頭もあり、16試合の出場にとどまっており、複数年契約が終わる今年、結果を残せなければクビの可能性も十分考えられます。平沢大河。最後にご紹介するのはロッテ平沢大河です。走攻守三拍子揃った内野手として期待され、2015年ドラフト1位でロッテに入団します。プロ1年目から1軍の試合に出場するも、23試合の出場で通算打率は1割4分9厘と、なかなか結果が残せなかった平沢。すると2018年ロッテは怪我人が多発し、平沢は手薄となった外野手としてキャリア最多の112試合に出場するなど、出場機会を増やしたのです。しかし打率はキャリアハイながら2割1分3厘と成績が上がることはありませんでした。その後も1軍では持ち味を発揮することができず、2022年はサードは安田尚憲、ショートは茶谷健太が好成績を残してスタメン定着したことで、1軍での出場機会は13試合にとどまり、成績を残せず出場機会もない平沢は、今年の結果次第ではクビの可能性も考えられます。以上、2023年、今年活躍できなければクビ候補の選手をご紹介していきました。今回ご紹介した選手はドラフト上位指名や首脳陣に大きな期待をされてきた選手ばかりです。
背水の陣ともいえる2023年シーズン、彼らは活躍して延命できるのか注目ですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。